い、どうも、こんにちは、あいやきっちでしょ、こんにちは。さあ、やってきましたよ、皆様。ドラゴンクエスト10で一番大人気のコンテンツ、夏のイベント、夏の風物詩と言わんばかりのもね、もうコンテンツだよね。はい、トラシカやってきました。相変わらず楽しいイベントとなっております。さあ、そんなトラシカなんですけども、今日結構ちょっとライブやってて、点数なかなか取れないようだとか、あのコツは何ですかとかってね、まあいろいろね質問があったので、まあ今日はねやりながら説明していきたいと思います。はい、まずですね、トラシカで一番大事なのはこの浮き輪でございます。浮き輪で、この浮き輪もただただね、浮き輪何でもいいや、見た目が違うんでしょうって思ってる方が多かったので、ここでね、ちょっとね、浮き輪の種類をご説明していきたいと思います。なぜ大事かと言いますと、浮き輪によって、性能が違います。性能が。うん。これをね、選ぶことによって、ポイントがかなりね、だいぶ違います。全部取ったのかな、やきっちゃんは。今までのやつを。これ全部の種類だと思うんだけども、まあ中にはね、見た目が違ってね、性能も同じだよっていうものがあるんですね。それは省いてちょっと言ってきます。まずですね、こちら、このタイヤ抜きは、トラシカで吹っ飛ぶ距離を軽減します。まあ、爆発に巻き込まれた時に、よく吹っ飛んで海に落ちるということがね、あると思うんですけども、その爆発に巻き込まれても、吹っ飛ぶ距離をね、短くしてくれる。まあ、海に落ちなくはないんだけど、普通の浮き輪だと結構吹っ飛ばされて水にボチョーンって落とされたという経験はありますよね。まあ、そんな距離を短くするためにタイヤの浮き輪。こちらもね、ドーナツの浮き輪もこの性能も同じ。で、次にこのハートの浮き輪。トラシカね、海に落ちても一度だけ復活。っていうことで、水に落ちても復活できます。そしてサメの浮き輪。トラシカで魚を取ると移動速度アップ。こちらもそう、親分ザメの浮き輪。魚を取ると移動速度アップ。そして今度はね、モモンチャくん。トラシカで鳥を取ると一定時間無敵。で、サソリ。トラシカで光るものを入手で一定時間無敵。で、ファーラットの浮き輪がトラシカで常に移動速度が少しアップする。そして今回新しく出たのが、ホイミスライの浮き輪。これトラシカで足元の攻撃を無効化。って書いてあって、これあんまり良くねえんじゃねえかと思って使ったんだけど、なかなかいいですね。まあ、今回、ジャボモノのね、モアイくんがいるんですけども、まあ、マリオで言うとドスメかな。そいつが落ちてきた時に、ちょうどね、ジャンプしないと、スタン状態になってしまうので、まあ、それをね、ジャンプしなくてもいいっていうのがね、なかなか惜しかったですね。あと、バナナ。バナナを踏むことによって、他の浮き輪だと転ぶんだけど、これをすることによって、転ばなくなる。バナナって結構セット効果が高いので、このホイミスライの浮き輪、役に立ちましたね、バナナを取るとき。で、高木ちゃん、どの浮き輪がおすすめなのっていうことなんですけども、これ正直ね、人によって違います。無敵時間が好きだったり、移動速度アップが良かったり、常にね、速度がアップしたり、吹っ飛び距離が短い方がいいなっていう方のね、様々な意見があるので、正直ね、すべてやって自分の好きなのをやってみてください。自分が好きなのをやってみた方がいいと思います。まあその中で僕の個人的におすすめするのが、やっぱりね、このサメとサソリなんですよね。なぜかというと、サメの浮き輪は、このトラシカのゲーム、結構ね、魚介類が多く出るのね。なので、基本的に移動速度アップしながらアイテムを集めれる。結構ね、遠い距離のね、アイテムもね、集めれるということのね、利点があるので、まあ、魚介類を取って移動速度アップしてアイテムを集めに行くっていうね、高得点を狙いやすいのね、サメの浮き輪がおすすめだと思います。そして、まあ、僕はね、一番ね、使ってるのがこのサソリの浮き輪。光るものを取ると無敵時間があるということなんですけども。じゃあ高木ちゃん、このモモンジャとか、ダックスビルの浮き輪、鳥を取ると一定時間無敵。じゃあダメなんですか？まあ、いいんだけども、
光るものの方が基本的にね、トラッシュ化って多く、モモンジャの鳥のものを取ると一定時間っていうよりも、このオオサソリの光るものを取るっていうのがね、種類がね、この光るものっていうのが多いんだよね。もう鶏以外であったらごめんなさいぐらいしかないんだよね。それに対して光るものが結構種類が多いのよ。水晶玉とか黄金の冠、黄金のかき氷、サウザンのルビー、財宝の詰まった箱、黄金のみたらし団子、銀の女神像っていうことで、まあ、こちらのね、光るものの方がより多く種類があるので、無敵時間の時間が数回多くなるということなので、まあ、モモンジャよりは圧倒的オオサソリの方が僕はすごくおすすめになっております。とにかく先に光るものさえ取れば、爆弾岩の根元に光るものがあったとしても、先にアイテムを取ることによって無敵時間を確保できるので、まあ、玉砕確保でね、アイテムを取りに行けるっていう点がね、僕はオオサソリがいいかなと思っております。ホイミスライムって良かったんですけども、今回やってみてモアイって正直ね、ジャンプして簡単に避けれます。結構ね、緩いです。遅かったり早すぎても避けれた扱いになりますので、あんまりいらないからっていうのと、あとバナナなんですけども、もちろんバナナを取るときに転ばないっていうのが一番でかいです。ただね、バナナね、だいたい基本的に光るもののセットと一緒に出てくる場面が多いんですよ。いや、バナナ単品で出てくるときもあります。その時は無理してね、別に転びながら取りに行きました。でも余裕でいける。うん、光るものと一緒に出るので、まあ無敵時間になってますので、転びの効果が全く関係ありませんので、僕はホイミスライムっていうよりは、まあサソリで十分かな。まあ、僕的には、個人的にはこの2つがおすすめになっておりますが、まあ個人的趣味もありますので、全部1回試してみてください。まだね、ドラクエ10始めたばっかでよっていう方もね、昔からやってるよっていう方も、全然すぐバージョン1からね楽しめますので、初めてやる方はこちら、まずね、チュートリアルがありますので、しっかりとチュートリアルをねやってってください。最初のチュートリアルをね、さあチュートリアルではかなりね詳しく教えてもらえることができますので、とにかく邪魔者を避けながら、アイテムを、こういったねアイテムを集めていけばポイントがもらえますので、どん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 、とにかく邪魔者を避けてね、アイテムを集めてってください。そしてこの爆弾岩が邪魔者となっております。この爆弾の岩の近くにいると爆発に巻き込まれて吹っ飛ばされますので、必ずね離れてください。で、爆弾岩の種類によって、まあ今形違うんだけど、メガザルロックとか来てこういう爆発する形状が変わりますので、まずね、高得点を狙いたい方は、この爆弾岩がどのようにして割れるのか、範囲があるのかっていうのをね、よく見定めてやった方が、高得点は取りやすいです。で、今回これすごいのよ、チュートリアルをクリアするだけでこの覇者の心がもらえます。で、覇者の心、この5個もらえるから、その5個と最初にね、まず浮き輪を交換してください。浮き輪を、まあ先ほど言った、おすすめのね、この鉄のサソリかオオサソリ、もしくはサメのサソリと交換するのが一番いいです。いきましょう。で、今回報酬見たんですけど、僕ちょっとしょぼいよね、ハイスコアランキング。狂えた金庫が5個って、やり込めばやり込むほどなんかしょぼくなってくような気がするけど、まあなんか今回なんかトラッシュ化印象とこの40万のホイミスライ浮き輪をさえ取れば、なんかもうお腹いっぱい、じゃああまり言うな、そういうこと言うな、報酬が悪くてもトラッシュ化楽しいんだよ。はいね、こんなね、マーブルチョコみたいな、ヘルメットみたいなね、髪型したタカンがね、目をキラキラさせてね、はい、初めてのトラッシュ化やっていきたいと思いますね。え、もうしょぼくないよ、しょぼいしょぼい、報酬じゃないこのトラッシュ化は。うん、夏を感じて楽しむこと、それが一番
よろしくお願いします。初めはもうよろしくお願いしますって言って、一発目に必ずね、モアイが出るので、モアイが見えた瞬間にジャンプしてください。もうこれで OK。そうすることによって、スタンは食らえません。ので、結構ね、範囲がゆるゆるなのだよね。範囲が。ゆるゆるなので、とにかくモアイの形が見えたら、どっかにね、モアイが見えたら必ずジャンプしてください。で、基本的に全体をこうやって映してくる。とにかくどこにね、いいアイテムが出るかわかんないので、全体を通してアイテムを見やすく全部映してください。そして、おいしょ。必ず、まあ、音を聞いてください。音。キラーンっていうね、高額商品が出たらキラーンっていう音が出るので、しっかりね、その音をね、聞いて、お、ジャンプ!とにかく来たらジャンプ!さあ、どんどん集めてって、点数が低い、こうやってパイナップルも、集めたらセット効果でポイントが一気にもらえますので、そういった、諦めてきたね。キラーン起きたら、アップな!しっかり取って、無敵状態を確保していく。こう、サソリはね、これがでかい。この無敵状態が。さあ、取れるか、ジャンプ!とにかく萌えが見えたらジャンプ!ジャンプをする。さあ、爆弾はね、十字に爆発するのね、赤い爆弾は。この、メガザルロック君は。なので、アンチを探していく。お、キランできたね。キラン来たから。オッケー!さあ、視覚的な攻撃してくるからね、ちょっと鬱陶しいけどね。危ない危ない、モアイ君はね、モアイ君でかすぎて見えないのよね。見えなくなるんだよね。さあ、しっかり取って、スイカも取って、あー、残念。さあ、それでも、お、4位かな。航海に成功、サウザンドルビー、黄金のかき氷。さあ、このセット効果ほんと高いのね。おでんとかバナナとかも特に高いから、どん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 ね、こういうものを必ずね、出たアイテムを取るっていうことをね、優先してください。それでどうしてもね、ちょっとね、僕もなかなか勝てないよ、点数いいの取れないよっていう方は、これ試してみてください。いろいろ設定で、環境設定で、ボリューム設定にして BGM を1にします。そして効果音を5にします。することによって音が聞こえなくなります。音がちょっとね、効果音の音はでかいんですけどね。っていうと、まあ音楽がね、ちょっとね、無音なんだけど寂しいんだけど、しっかりとね、ジャンプ、レースの音はね、聞こえないんだけど、高額のね、キラキラと光ったね、高額のアイテムを押してくると、ほら、確実に聞こえるので、キラーン来たね、キラーン来たね。この高額なね、アイテムを取り逃さないっていうね、コツですね。やばい、これ爆発する、これ爆発する、危ない。さあ、しっかりとアイテムを全部取っていきたいんだけど、これ爆発もさ、ちょっと狭くなったよね。だいぶ前回とかのトラシカより点数が取りやすくなったと思う。故に僕のね、比較数が高くても、あー、これがきっつい。画面に映さないとこうなるから気をつけてよね。気をつけようね。とにかく画面に映していく。これ大丈夫。十字。で、これ、こっち来たと瞬間爆発しないから、まず爆発するタイミングもね、時間もね、計算して取りに行くと、さらに高額商品のアイテムが取りに行けると。キラ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 、音聞こえる音を絶対逃さないように。意外に聞こえるでしょ。そして魚も取って、全部アイテムを取ってくる。バナナだとちょっとね、こういうパターンだとちょっときついけどね。これだとホイミスライムの浮き輪の方がいいんですけど、バナナと宝箱は結構出るパターンが多いのよね。その時に、宝箱から取っていくと、無敵時間を利用してバナナを全部回収できるっていうね、ことができるんですけど、大サソリの場合。さあ、残念ながら2位ということで、
崩壊に成功。ハイスコア23万。でちょっと高木ちゃん音を消しても全然取れないんですよっていう方は、こちらカメラワークをですね、表示撮影、表示設定でキャラクターを自分以外映さないようにしてください。そうすることによって、ほら周りのね、映らなくなるのよカメラが。ただしこれジャンプボタンが三角ボタンと変わるので気をつけてくださいね。これで他のキャラクターをアイテムと間違って取りに行って、いや間違って巻き込まれてやられていくっていうパターンはねなくなると思うので、もしねこのカメラワークをね利用してやったらアイテムの取り忘れが少なくなるので、もし僕は間違えて他の人とアイテムを間違えてやられちゃうんですいつもって思ってる方は、これでやってみてください。ね、僕ねこのやり方やりにくいんだけどね、ま、音楽を消して効果音だけにしてジャンプ、やばいやばい、すごいやりにくいの僕これ。僕はこのちょっとやり方が慣れないっていうかあれなんですけど、ブラブラブラ、残念っていうように僕はやりにくいです。ただやりやすい人はね、やりやすいから、これで32万とか取ったという方も中にはいるので、自分に合ったねやり方をねやってみてください。すごくね苦手なんだ僕これは。ジャンプ、本当に今回緩いよね。前回のなんだろうな、あのサメ版だっけ、あれはちょっと苦手だったんだけど、今回のこのボーアイクはねかなりね僕全然避けれますね。まあ、避けれないけど、避けれない時あるけど。あーちょっと待って待って、水晶取りたい。水晶を取ってこの無敵の間にこうやってバナナを取れる。なので僕は大サソリでもいいかなと思ってます。カメラワークちょっと僕やれるんですけど、ジャンプがね場所がちょっとねって思う方は、カメラワークをしたときに、このホエミスライムの浮き輪を装備すると、ジャンプっていう行為をしなくていいので、カメラワークして関係なく、ね、あの、モアイ関係なく、ジャンプ関係なく、ホエミスライムでガンガンアイテムを集めるっていうね、戦法でもいいと思います。まだただ、今回のちょっとがっかりするところは、僕毎回ね、このプリズムがね、結構ね、期待してたんですけどね、プリズム、今回のプリズムは何だろう、どんなプリズムがもらえるんだろうって思ってね、結構ねワクワクしてたんですけど、はい、今回はこの3つっていうね、よろしくグ嵐が来るぞっていうスタンプのみっていうね、ちょっと寂しいね、トラシカのなってみましょう。いやいやそんなことないよ、やっぱり夏の風物詩というのはこのトラシカ、はい面白い、結構繰り返しね遊べると思うのでね、ハマってる人はねかなりねハマって遊べるゲームだと思います。まあ苦手だよっていう方、今回のねトラッシュか前よりね全然点数が取りやすくなってる方だと思う。僕でも高ポイントを結構ね取れてたので、割と取りやすくなってるかもしれない。まあ爆発量も途中で言ったけど狭くなってるし、まあいやらしいねサメバーンとかなくて、今回の邪魔者がモアイでもジャンプするだけでね避けれるっていうものだから、意外にトラシカやりやすくなってると思います。報酬はしょぼいけどね、違うかってことで、皆様夏の風物詩トラシカやってみていかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。